皆さん、こんばんは。8月26日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、キララボア。コメンテーターはアークフォーデンでお送りいたします。今週お伝えするニュースは次の通りです。au が国内初の Windows Phone 端末 IS-12T 発売。バンダイ、ナムコと DENA が共同出資の新会社設立。プレイステーションビータが各種 SNS などに対応。プレイステーションホーム大幅リニューアル。共和発行キリンがサンダーバードとコラボをしたプロモサイト展開。セカンドライフビューワー3正式にリリース。まず最初のニュースです。携帯電話キャリアの au が国内初の Windows Phone 7端末 IS-12T を8月25日に発売しました。この Windows Phone IS-12T は日本マイクロソフトのスマートフォン向け OS Windows Phone 7.5 を国内で初めて搭載したスマートフォンです。同 OS は Windows モバイルからプラットフォームを一新し、タイル状の縦スクロール型ユーザーインターフェースを採用しており、メトロデザインと呼ばれるより直感的なアクセス動線が特徴になっています。また、ソーシャルサービスとは端末のプラットフォームのレベルで連携しており、アドレス帳に登録された各ユーザーに電話番号やメールアドレス、ショートメッセージだけではなく、Facebook や Windows Live ID など様々なサービスがリンクします。これまでのスマートフォンはアプリケーションを介してユーザー間のコミュニケーションを楽しむ形が多かったのを、マイクロソフトでは人を介したコミュニケーションとアピールしています。ブラウザはインターネットエクスプローラー9が標準でインストールされており、オフィスのビジネス文書編集機能やクラウドストレージサービス、スカイドライブとの連携機能なども用意されています。音楽機能も Zoom に対応しているため、パソコン側で楽曲の管理が可能です。Microsoft では、グローバル向けの Windows Phone 7 の OS を日本向けにローカライズしており、国内独自機能なども豊富に用意されています。特に、東京の開発チームが開発したテンキー日本語入力システムは、カーブフリックと呼ばれる新フリック入力システムで、濁音や半濁音、速音などがフリック操作の延長線上で入力できます。大きさは約 59×118×10.6mm、最も厚い部分で 13.3mm で、重さは約 113g。ボディカラーはシトラス、マゼンタ、ブラックの3色で展開されます。また、防塵性能も高く、チップセットはクロック周波数 1GHz のクアルコム製 MSN8655 を採用し、内蔵メモリでは 32GB で、このうちデータ容量は約 28GB となっています。メインディスプレイはタッチ式約 3.7 インチ 800×480 ドットの TFT 液晶を搭載し、端末は
末は、端末背面部には、オートフォーカス付きの1320万画素のカメラが搭載されています。バッテリーは連続滞留時間は約280時間となっており、連続通話時間は約400分間とされています。なお、EasyWeb のメールは10月上旬にダウンロードで対応する予定で、C メールは受信のみサポートする予定です。端末予想価格は、利用料からの割引サービス、毎月割を適用した場合に、3万円台半ばで流通する見込みだということです。アークさん、このニュースいかがでしょう？皆さん、こんばんは。コメンテーターのアークフォーレンです。とうとう、日本でも発売になった、Windows Phone 7.5OS 搭載の、このモデルなんですが、やっとね、3機種、3メーカーの主力が揃ってきたかというような、イメージなんですが、今まで iPhone が、先行してきて、Android が、次に、ついてきて、もともとね、一番最初から、リリースされていた、Windows Phone、これが少し遅れを取っていた感があったんですが、今回、初めてね、初のソーシャルネイティブな OS ということで、鳴り物入りで、出てきたんですが、今回、何が注目されているかというと、People Hub という新機能を搭載しているんですね。この機能何かというと、先ほどの、ニュースの中でもありましたように、いろいろと、今までは、メールであったり、SNS を利用している方、Twitter であったり、そういう人たちに、連絡を取る場合というのは、その都度その、アプリを立ち上げて、で、そこで初めて連絡を取るような形だったんですが、今回この People Hub を使うことによって、一括で個人データから自動的に、Facebook であったり、Twitter であったり、E メールであったり、そういったものを自動的に選択されて、それを、本人が選ぶのではなく自動選択で配信することが可能になっていると。今までの OS と違う部分というのは、その人と人のつながりをメインに作っている、そういう OS というふうに、捉えられています。やっとね、Windows Phone が、解禁になったということで、期待が高まっていて、いろんな業界から、いろんな、注目を得ているんですが、今回、先日ですね、8月半ばぐらいに、Android が Motorola を、買収いたしまして、で、その辺で、今回この会社のね、中がいろいろと、バタバタと、動き出しているので、ついにスマートフォン戦国時代に入ってくるかなというイメージになってきております。これから、ものすごくね、熱くなってくると思いますので、この業界、ものすごく注目です。私からは以上です。ありがとうございました。次のニュースです。8月22日、玩具メーカー大手のバンダイナムコホールディングスとモバゲーを運営する DeNA が共同出資の新会社を10月1日付で設立すると発表しました。新会社の名前は BDNA で、資本金は1億円。バンダイ、ナムコのゲーム子会社、バンダイ、ナムコゲームスが 75%、DNA が 25% を出資し、社長には、バンダイ、ナムコゲームス副社長の宇野沢慎氏が就任します。新会社は、世界市場のスマートフォン向けを中心に、ソーシャルゲームなどのコンテンツ事業を展開していく予定です。バンダイナムコゲームスは、昨年7月からモバゲー向けにコンテンツを提供しており、同年12月には、モバゲーと共同開発したソーシャルゲーム、ガンダムロワイヤルの運営を開始し、300万人以上のユーザーを獲得しています。バンダイナムコが持つゲーム開発ノウハウと、
DNA のソーシャルゲーム開発、運営ノウハウを組み合わせ、今年中にソーシャルゲームなどのコンテンツ提供をスタートするということです。先週、コナミがソーシャルゲームコンテンツによる収益を大幅に伸ばしたニュースをご紹介しましたが、他の大手ゲームメーカーもソーシャルゲームの開発に本腰を入れてきそうです。次のニュースです。8月16日、ソニーコンピューターエンターテインメントが次世代携帯用ゲーム機、プレイステーションビータ向けに SNS、Facebook、一連動ソーシャルサービス、フォースクエア、IP 電話サービス、スカイプ、ミニブログサービス、Twitter のアプリケーションを用意すると発表しました。プレイステーションビータは Wi-Fi 搭載モデルと 3G 回線対応の SIM カード搭載モデルが発売される予定で、スマートフォンに匹敵するソーシャルコンテンツが搭載されるのではないかと言われてきました。これらのアプリケーションは、プレイステーション用のコンテンツストア、プレイステーションストアで無償提供される予定です。また、その他のソーシャルサービスも、同ゲーム機には注目しており、動画共有サイト、ニコニコ動画では、いち早く対応を検討し、同ゲーム機用のアプリケーションを開発するための技術者の採用募集を行いました。先日、公式ページにて、すべてのスペックが公開されたプレイステーションビータ。今後、東京ゲームショーなどで実機に触れ体験できる機会も増え、発売時に同時発売されるゲームも過去最高の数になる予定です。先月、大幅な値下げが実施された Nintendo 3DS とともに、携帯できるエンターテインメントの激しいシェア争いが展開されそうです。次のニュースです。ソニーのプレイステーションホームが大幅にリニューアルすることが発表されました。ソニーのプレイステーション3専用の仮想空間、プレイステーションホームはサービス開始から約3年近くが経過しており、全世界で2300万人以上のユーザーに利用されています。今回、新たにソニーが完全なリニューアルを準備していることが明らかになり、海外サイトのプレビューにて、ディテールやイメージが紹介されています。ゲームを中心とした体験を目指す今回のリニューアルでは、これまでセントラルプラザと呼ばれていた中央スペースがザ・ハブと呼ばれる未来的スペースに改装。ここでは各種ゲーム、クエスト、イベント、ユーザー生成コンテンツなどが用意され、テレポーターを使って別のエリアへ移動することも可能になります。他にもアクションやホラーゲームへとつながるアクションディスクリクト、スポーツ系ゲームのコンテンツや、情報を持つスポーツウォーク、アドベンチャー系ゲームに特化したアドバンチュールディストリクトなど複数のエリアが存在し、それぞれが全く異なる雰囲気を持ったテーマパーク型のデザインとなっているようです。このプレイステーションホームのリニューアルは2011年秋に導入予定されており、ソニーはクライアントのアップデートも計画しているということです。先日、8月18日には、プレイステーション3本体の値下げも行われており、参入しやすくなるであろうプレイステーションホーム、新規参入の増加きっかけになるかもしれません。次のニュースです。医療薬品の開発、製造、
販売を行う協和発行キリン株式会社が人気コンテンツサンダーバードとコラボレーションしたプロモーションサイトを展開しています。この企画は同社が開発中の抗体医薬について楽しみながら知識を深めてもらうためのコンテンツです。映画のトレーラー調のオリジナル ムービーを中心に展開され、国際救助隊サンダーバードの隊員たちが自分たちと共に新ミッションに立ち向かう新しい隊員を募集するという内容です。Twitter や Facebook でログインすることで、自分の分身となる隊員のアバターを生成し、このアバターや名前がムービー内に表示されるため、自分がサンダーバードの映画に出演している気分を楽しめます。アバターを生成した後は、クイズやミニゲームをクリアすることにより、楽しみながら抗体医薬について知ることができます。また、8月23日は、前田建設の広報コンテンツ、前田建設ファンタジー営業部とのコラボ企画で進められていた、サンダーバードの秘密基地、トレイシーアイランドの建設費用見積もりが発表されました。前田建設ファンタジー営業部は、アニメなどの架空の建物を建設するための技術などを検討し、実際に建設が可能か、また、建設する場合の費用について、専門家を交えて、実際に見積もりを起こすというコンテンツです。これまで、マジンガー Z が発信するプールの見積もり、機動戦士ガンダムに登場するジャブロー基地の見積もりなどに挑戦しています。今回は特別コラボ企画として、検討材料とするため、粘土で島の模型を生成し、島の模型を作成し、3D スキャナーでデータを取り込み、3D の建設データを作成した後に、3D プリンターで模型を出力するという手法が取られました。特設サイトでは、この時使用された 3D データのビューアーが公開されており、トレイシーアイランドのサンダーバード1号機の格納庫が仮想体験できるようになっています。今後も様々なコンテンツが追加される予定で、今後の展開が楽しみです。次のニュースです。スタンドライフビューワー3が正式にリリースされました。メジャーアップデートとなる今回のリリース。前回のバージョン2の際は、大幅なインターフェースの変更が行われ、ユーザーから賛否両論の意見が多数寄せられましたが、今回のバージョン3では、正式なメッシュへの対応がメインになります。メッシュに対応したことで、これまで以上に多様な表現が可能になったり、3DCG ツールのデータの取り込みが容易になったりと、セカンドライフを大幅に進化させる要素ともなります。一方、オブジェクト制作にも大幅な腕の差が出てくる可能性もあり、一層制作スキルが求められるようになるかもしれません。また、バグの修正として、オルトキーを使用してカメラのズームを行ったときに、視界が反転するバグなどが修正されています。しかし、現在のところ、基地の問題が多く残されており、マーケットプレイスの使用や、メッシュのアップロードができない場合があるなどの問題も抱えているということです。どちらにしろ、大幅な環境の変化も起こしそうなバージョン3、今後の修正や新機能を含めた、新バージョンのリリースに期待したいところです。次は、私キララのピックアップコーナーです。本日、お伝えするお店は、
9月で2周年を迎えるクラブ&バーマウナです。バーマウナはダンスと会話を楽しむクラブ&バーで、営業日は毎週月曜日、水曜日、金曜日の22時から24時までです。それぞれ好きな格好をして好きなアバターで踊って楽しんでいらっしゃいます。オーナーのゆりかさんをはじめ、バーテンダー3名、キャスト2名、DJ2 名の8人で営業しています。アニメソングやゲームミュージック系の DJ さんが多いのですが、ジャンルには特にこだわっていません。ダンスだけではなく、フロアにはセブンシーの釣り堀もあり、メンズダンスショーやファッションショーやライブコンサートなども行っています。私もイベントや普段の営業に遊びに行かせていただきましたが、楽しく会話をしながら、とっても楽しい時間を過ごせました。今後もクラブダンスだけではなく、ジャンルにこだわらない、楽しめそうなことに挑戦したり、お客様もスタッフも楽しめるお店を目指して、いろいろなイベントをこれからも開催していきたいとのことです。以上、キララのピックアップコーナーでした。先ほどのニュースで間違いがありましたので、訂正させていただきます。最初のニュース一覧で、DNA の社名を DENA とお伝えしてしまいました。訂正してお詫び申し上げます。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。